はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルイージです。では、提督の決断法、バーブキット続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、予算欲しさにアフリカの西海岸を攻略したんですが、そこで潜水艦隊および空母に一部損害が出るということで、思わぬ通撃を受けたわけなんですけども、まず15隻失った潜水艦に関しては、直ちに増強を行います。で、損傷した空母に関してはマダガスカルでドック入りを行います。基本路線、アフリカに関しては喜望砲で、敵を食い止めるということに変わりありませんので、喜望砲で飛行場建設中なので、飛行場が建設が終わり次第ですね、ここに航空隊を配備していきましょう。で、今まで言うとですね、飛行場どうなってるかというと、あとどんくらいでできるんだ？喜望砲の飛行場はというと、あと1週間ですね。1週間で出来上がりますんで、あと1週間は耐えましょうということになります。で、一方、アフリカの西海岸攻略作戦のための全容なんですが、これ見ると今、敵艦は入っていないのか。いや、違うな。これは見えてないだけですね。では、一旦進めちゃいましょうね。大淀型、新しい基準が開発できるようになってるな。水雷戦隊の機関か。へえ。お、誘導弾が使えるようになったって、これは嬉しいな。遠隔操作可能な航空爆弾、ロケット弾に取り付けられた砲口弾を無線制御によってコントロール、目標に向けて誘導。本兵器が開発されると800キロ以上の爆弾を搭載する航空機に自動的に配備、回線で誘導弾爆撃ができると。いやー、これは嬉しいですね。14週間かかるという内容ですね。では、まずは、物資の援助を入れておきましょうね。5000。技術開発は、今回もちょっと5000ぐらいずつしかいられないけど、入れておきましょう。で、兵器開発は、もう誘導弾はすぐにでも作りたいからな。誘導弾。で、前回見送った新鋼材7000は入れられないよ。どうする？次のターンでお金入ってくることを考えて入れるか。入れよう。これでもうこのターン何もできないっていうね。それでいいのかっていうところはあるんですけど。で、瑞龍が入ってきてるんで、この瑞龍を、一旦、改装し入りしたいんで、未配備艦に入れてしまって、次のターンで改装しましょう。このターンで改装する力がないんで、お金がないんでしょうがないですよね。で、喜望砲にできている飛行場には航空機を配備していきましょう。まあ、ここはもうお任せ配備でいいでしょう。よし、これで空母が2隻に潜水艦が4隻さらに増強されてますね。
で、アフリカ西海岸でいくら予算がつくかだ。1万7000か。まあ悪くないですね。受けた損害を考えるともうちょっと欲しかったですけど。さあ、大本営からの攻撃目標は2ヶ月なんだよね。3ヶ月で西海岸だったらもう西海岸にするんだけど、いや、ここはラプラタ沖にしてまた臨時予算もらっとく。ラプラタ沖どんくらいの艦隊戦力が入ってるか分かんないけどな。カナリア沖は、カナリア沖も怖いよな。だったらラプラタ沖にした方がいいかなって気もするけど。2ヶ月で西海岸攻略は無理だからな。ラプラ島沖に一旦設定しましょう。で、余裕があれば、まあ、実際ラプラタを取って、また臨時予算をもらうというのも手ですからね。では周辺海域に、スパイを送り込んでいきましょう。で、正規空母か。もう今回からは新しく設計した方が多分いいと思うんで、一旦見送っていきましょうね。で、航空機の開発もまあもう必要ないと思うので、自ら設計した方が早いですからね。確実ですからね。でもこの辺りはね、潜水艦はこれ以上有能化させる必要はないし、あと敵艦隊も潜水艦隊を送り込んでくるっていうことがほぼほぼないので、これは一旦いいでしょう。で、問題はですね、まず未配備艦のところから、随流、これを改装しちゃいましょう。これを大砲型に改装する。これに11周もかかるの？結構かかるな。普通にやると11周だけど、半分の6週間で改装はできるね。よし、改装しよう。で、他改装できるのはないよね。大丈夫。じゃあ、これでもう2隻ほど空母を作ろう。2隻で空母足りるか。もうちょっと欲しいよな。二次装甲空母、これを作っちゃう。二次装甲空母、これを作ろう。違う違う、二次装甲空母っていう名前の空母ができるだけで、二次装甲空母ができるわけじゃないね。まあしょうがない。ちょっと紛らわしくなっちゃいましたけど、まあよしとしましょう。二次装甲空母はまだ設計中ですからね。二次装甲空母っていう空母ができちゃいますけど、まあしょうがない。決して二次装甲空母ではないっていうことだけは頭に入れておかないと。装甲空母のつもりで機関を務めさせてね、戦闘を突っ走らせたら速攻撃沈されるとかっていうことは避けたいですからね。で、あとは防空艦をいくつか作っておきましょう。いよいよ艦隊としての形を成すために随伴艦もそろそろ作っていきましょうね。
防空艦はね、やっぱり少なくても各艦隊に2隻は欲しいんですよね。どうしても2隻は欲しいんで、そう考えると最低でもあれだな、もう何隻かは必要になるな。新たに3個艦隊作りたいんで、空母は 3×4 の12隻で、防空艦は 2×3 の6隻欲しいってことになりますね。今2隻作ったので、新たにじゃあ4隻分作っていきましょうか。防空艦を4隻分ね。今回幸いお金には余裕があるので、防空艦をあと3隻作れる余裕はありそうですね。ちょうどこれで防空艦作ったらなくなっちゃうかな、お金がね。鉄に余裕は出てきてるんで、そうなるとお金だな。今度は金が足りなくなってきたな。ちょっと前まではもう本当に鉄がなくて困ってたんですけど、鉄はね、優先的に手に入れることを模索してきた甲斐がありましたね。余裕が出てきました、ようやく。さあ、ではこのターンは一旦これで終わりにしていいかな。で、日本近海で艦隊を新規編成しちゃいましょう。今回できている空母と潜水艦、これは第14艦隊としてハワイに移動後、艦隊の再編を行います。で、希望砲がどうなってるかというと、希望砲の方に艦隊が集まってきてるでいいよね。じゃあこれはそうだな、第2艦隊と第7艦隊は、併合しちゃいましょう。で、第6艦隊に各艦から潜水艦を選抜して抜き出しちゃいましょうね。で、今いる、希望砲ではなくマダガスカルなんですが、マダガスカルは今だとこれも第4艦隊と第15艦隊は合わせちゃいましょう。これもドック入りで復活待ちの艦隊たちになるんで、ドック入りしましょう。よし、これでいいかな。じゃあターンを送ります。西海岸攻略はちょっと難しいかな。で、ラプラタ沖を攻略するにも艦隊戦力がちょっと厳しいですよね。ラプラタ沖どうなってるんだろう。今だとスパイレベル1なんで敵の艦隊の動きが見えない。本郷海が完成したな。これで空母も一隻増強で、関西対空レーダーの3ですね。これ4000円で一応
開発できるというわけだな。敵国隊を早期警戒する上では必要なものになりそうですね。では諜報活動入れておきましょう。諜報活動はフォークランドとラプラタはもうちょっと頑張ってほしいな。で、西海岸は常に入れておきましょう。怖いんで。アメリカの西海岸は常に監視対象です。で、技術開発に関して言うと、まあ、いつもの500ずつになりますね。で、兵器開発はさっきの航空レーダーは作っちゃいましょう。で、今回はちょっと輸送船を頑張りますか。7隻ほど作りましょう。お金がない中ではありますが。で、未配備艦のところで、まずは、虹のヤマト極み型戦艦なんですけど、これ9周かかりますね。で、空母作ってる途中のものが、1、2、3、4隻か、5隻、6隻、7隻、8隻、9隻、10、11。いや、こんだけ空母あればどうにかなるな。めちゃくちゃ空母作ってるな、こうやって見ると。ここまで空母作ってたっけっていうぐらい空母作ってるな。よし、こんだけ空母作ってれば、空母これ以上ガリガリやる必要はないな。では、空母を作るのを一旦やめて、どうする？戦艦作るか？戦艦いるか？やっぱ空母だと思うんだよな。この先は空母。あとは、この先飛行機を大量に作らなきゃいけないってことを考えると、ちょっとお金は温存しておいて、そろそろ従順クラス、軽順クラス、このあたり、艦隊の随伴艦になるようなものを、いくつか作っておきましょう。まあ、艦隊の体をなすためにはどうしてもね、随伴艦が必要になりますからね。で、随伴艦は、まあ、従順ができれば、2、3隻はやっぱり艦隊に入っておいてもらって、砲撃戦になった場合の中核をなしてもらう必要がありますからね。ここはじゃあ従順を作れるだけ作っておきましょう。で、ハワイ方面に転戦。で、ラプラタに関して言うと、既存の艦隊戦力、これが今、マダガスカルで一部、ドック入りしているものについては、ドックから戻ってきたら、早々にラプラタ沖攻略に入りましょうか。で、忘れないうちに、主にお金がとこう取れるところに輸送船を配備していきましょう。航海はいいでしょう。あとお金がガンガン入ってくるところで言うと、インド洋はもう満載してる。マラッカ海峡どうなってる？マラッカ海峡は10隻か。これ、アップしよう。セレベス海は十分足りてるよね。今見た感じだと。レイテはレイテ。レイテはもうちょっと増やしてもいいよね。よし、こんなところかな。よしね、虹の装甲空母型がようやく完成しましたね。まずはラプラタにスパイを送り込みましょう。前回逮捕されちゃってますからね。でだ、物資援助はいつもの石油。で、技術開発はいつもの500ずつと。ここはもう変わらずの運用になります。で、兵器開発でいうと新兵器で、水上レーダー3ですね。これを開発しましょう。
従順を何席か作っていきましょうね。もうそうだな、2、3席作っておいて、軽巡と駆逐艦の方を作っていけば、一応艦隊としてはそれなりにちゃんと整ったというか、バランスの取れた艦隊の体を成すんじゃないかな。じゃあ、軽巡も、そうだな、全部で。軽巡クラスだと、10隻ぐらいは作っておく必要がありそうなので、10隻、今回、ガンガンと作っていっちゃいましょう。なんかその一応艦隊を構成する時のために帝国海軍は4隻ずつ同じ型の艦艇を作ってたみたいですね。同じスペックの艦艇を。そうすると艦隊を運用する時に、まあ、速度とかね、そういう面で運用がしやすかったということで、もう今は何も考えずに軽巡クラスを、いろんな軽巡をガンガン作っちゃってますけど、まあ、本当にその帝国海軍の考えに倣うんであれば、4隻ずつ同じ型の艦艇を作っていくと、まあ本当に運用がもしかしたらしやすいかもしれないですし、特にスピード面、航行速度の面では合わせた方が確実に、まあその艦艇のスペック通りの働きができるかなっていう気はしますね。ちょっとここはもうそういうの無視して作っちゃってますけど、もうここは正直言って空母頼みの戦いになってますからね。空母の艦載機、こっちの方がね、もう重要ですからね。さあ、ではこれでターンを進めていきましょう。さて、マダガスカルとハワイに配備していた戦略爆撃機が全滅したか。これはちょっともう一度最後。入れておいてあげなきゃいけないね。で、夜間の航空機がようやく開発できたので、今新しく戦闘機を設計すれば夜間攻撃能力を搭載できますね。ああ、これ欲しいわ。全天候型の航空機すぐにでも欲しい。全天候型欲しいな。これはもうやろう。で、全天候型の開発が終わったら、帝国海軍の航空戦力の一新ということで、すべての航空機を再設計していきましょうか。それまでは今ある既存戦力で頑張りましょう。全天候型の飛行機欲しいからな。そうすると今回も空母を1隻だけ作る？お金にどんくらい余裕があるかというのもあるけど、お金にはあんまり余裕がないんで、やっぱり大砲型の空母を1隻作っておいて、残りは今まで通りの考え方でいきましょうか。まあ、戦いの中で空母が撃沈されるっていう時も必ず出てきてしまうはずなので、まあ、それは多分避けられない。というのを考えると、どうしてもバランスを考えて、時たま空母が竣工できるような状態にしておいて、バランスよく空母を戦場に
配備できるような形は取っておきたいですね。あとは今回のターンは潜水艦を大量に作っていきましょう。そろそろアメリカの西海岸攻略を念頭に置いて潜水艦もね増強しておきましょうね。いや本当に念願の全天候型の航空機、これの開発が終わったら全ての航空戦力を一新したいですよね。雨でも出撃できるし、夜でも出撃できるってなると本当に空母が強力になるんで、やっぱりもうこの先は戦艦ではなく空母ですね。戦艦による砲撃戦をする必要がもう全くなくなるってなると、さっき開発した超長距離型の、さっきって言ってももう2回前になっちゃいますかね、動画の中では超長距離爆撃機が生きてくるんですよね。なんで超長距離爆撃機も一定数建造したら、残りは全天候型かつ夜間離発着可能なものにちょっと置き換えましょうということで、しまったな、戦略爆撃機作る余裕がないままターンを進めちゃいましたね。で、マダガスカルの方どうなってる？艦隊は完全に復活してるね。じゃあこれを希望砲に移動させて、これでどうだ？ラプラタ沖を攻略しておきたいので、ラプラタ沖の様子をちょっと確認しておきましょうか。ラプラタ沖には敵の2個艦隊が入ってるな。結構大きい艦隊になってるね。で、航空戦力はそれなりに入ってる。いや、これちょっと危ないな。ただ敵の艦隊を叩く絶好のチャンスでもあるな。第8艦隊も出てくる可能性があるんで、ラプラタ沖はこの次のターンで叩きましょう。もう新たな潜水艦が開発可能になってるね。これはじゃあ速攻でやっちゃおう。お、空母に従順。今回はだいぶできてるね。よし、お金もたんまり入ってきたし、今回はそれなりにやれそうだな。いろいろやれそうですね。ともなれば技術開発500ずつ入れておこう。で、兵器開発でいうと潜水艦、新しい潜水艦、これは作りたい、開発しましょう。で、新兵器はもういいでしょうというところですね。これらに関してはさてと、そしたらまず艦隊を再編して出撃できる状態にしていきましょう。まずは第2艦隊なんですが、第2艦隊で空母が3隻、第3艦隊で空母が4隻、第4艦隊の方には虹2が入っていて、空母が4隻。ちょっと従順クラスとかが少なすぎるかな。敵の潜水艦戦力が出てきた時に危ないかなっていう感じはしますけど、一旦これはこれでそれぞれの艦隊に潜水艦隊を割り当てて出撃できる状態にしましょう。希望砲にいきなり敵が迫ってくるっていうことは基本ない前提です。まあ最悪ね、希望砲に入っている飛行戦力ですね、これを増強しておいて、これでしのごう。
爆撃機なんですけど、これを、どうする？爆撃、爆撃。救急式の艦爆に全部乗せ替えよう。で、雷撃も銀河ではなくて、ちょっと旧式になっちゃいますけど、旧路式の陸攻に乗せ替えて、いや、旧路式の陸攻、ちょっと数が足りてないな。数があるのが天山だな。天山に乗せ替えよう。これを69機。これで250機体制になったね。で、第二飛行場の方も、バシバシっと。まず、爆撃機なんですが、まあ、これはじゃあいいか。で、97式の飛空艇。これはちょっと乗せ替えよう。一式の陸攻に全部乗せ替えましょうね。これで250機体制。で、第3飛行場。ここは、97式の飛空艇ではなくて、どうする？大量に余っているところで言うと、一式の陸攻かな？一式の陸攻を乗せていきましょう。で、爆撃機に関して言うと、大量に余っているのは、何が余ってる？これを見ると、大量に余っているのは、そんなにないけど、救急式の艦爆？これを83。こんなとこかな。ちょっと250機体制できなかったけど、まあでも600機体制になったんで、これで最悪喜望峰を攻められても大丈夫な状態にしましたというとこですね。では、喜望峰からラプラタに向けて艦隊を出撃させていきましょう。第13艦隊は編成し直して、どうする？第3か第4か。第4だな。第4に潜水艦を全部詰め込んでいきましょう。これでいいかな？これで3個艦隊に再編したので、この3個艦隊をラプラタ沖に進出させます。というところなんですが、ちょっと待ってください。今何月？今4月の第1週か。となると4月の第3週あたりにラプラタを攻めた方が防衛できますんで、予備予算が入ってきますね。ちょっとそこまではじゃあ我慢しましょう。で、我慢した上で何をするかというと、この後大量に飛行機を作る必要があるんで、空母を1隻だけ作ろう。若鷹。で、あとはまんべんなく作っておきましょう。まあ、従順を。2隻ぐらいかな。で、軽巡を3隻ぐらい作りますか。そうなると、もうこの辺りは完全に随伴艦するためだけ、艦隊としての体を保つためだけに作ってますけど、あと駆逐艦を適当に4隻ぐらい作っときますか。まあ、あくまでもね、戦場の主力は空母と、その空母の艦載機になりますからね。よし、これで一旦よしとしましょう。で、航空機もまだまだ作る時期ではないので、爆撃機を、9隻作るか。9隻作っておいて配備していきましょうね。まずは、マダガスカル。ここの爆撃隊も全滅してるんで、ここに5機。で、さらにハワイにも5機。本当はもうちょっとね、体制としては充実させてあげたいんですが、ハワイからアメリカの西海岸。これ結構脅威ですよね、でも。ハワイを日本がもし大戦中取ってればって考えると。
よし、こんなところでいいですかね。艦隊の再編だけじゃ最後に行っておきましょう。まずは新編成で第1艦隊ではないな、第7艦隊になるな。第7艦隊に空母、これも完全に1個艦隊作れるんじゃない。防空艦も2隻入れて、従順を2隻、いや従順はもうちょっと入れられる。従順入れて、軽順を同じく4隻入れて、であと駆逐艦を2隻。いや、これで本当に完全なる1個艦隊になりましたね。第7艦隊、これ理想系の艦隊になってますね。第7艦隊、違う第6艦隊ですね。第6艦隊はじゃあ艦載機だけ乗せておきましょう。まあ一旦仮で乗せるだけなんで適当でいいです、ここは。まあなんといってもね、今設計中の新しい長距離爆撃機が乗ってくればそれに全部乗せ替えますからね。あとは正規空母がちょっと一隻どっかに飛んじゃってるな。再編の必要があるな。ちょっともう一回すいません、見ていきましょう。第6艦隊に空母を一隻乗せてあげたいんだけど、空母がどこにいる？日本近海の艦隊で見ると、1個艦隊、空母が一隻足りないんだな。これはしょうがない、空母を一隻待ちましょうか。空母がいないんだよね。空母がもう一隻上がるのを待つか。防空艦が一隻多いんで外してしまって、空母がもう一隻上がってくるのを待ちましょう。これで第6艦隊が完全に仕上がる形になるんで、はい。ではちょっとね、時間も30分過ぎましたので一旦ここで終わりにさせていただいて、次回この続きプレイしていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。